おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日7月28日火曜日の全国の天気をお伝えします。今日は東北付近に前線が停滞、東北エリアでは猛烈な雨に警戒が必要です。西日本東日本も暖かく湿った空気が流れ込みやすくなりますので、広い範囲で雨が降ります。ざっと強まる恐れがありますので十分にご注意ください。この後も雨が降りやすい空続きます。特に東北南部、山形や宮城周辺では激しい雨が降り続き、明日の朝にかけて200ミリ近い雨量となるところが出てきそうです。大雨災害に厳重な警戒が必要です。ではアイコンでお天気を見ていきましょう。沖縄は日差しが照りつけますが、ざっと降る雨に注意が必要です。九州から東北にかけては広くすっきりしない空、雨が降るところが多くなりますので雨具を忘れずにお持ちください。西日本東日本は日本海側を中心に今日や雷雨となる恐れがあります。東北は広く激しい雨に要警戒です。特に新潟の下越や宮城、山形周辺では猛烈な雨が続く恐れがあります。土砂災害や河川の氾濫等に警戒をして安全なところで過ごすようにしてください。西日本東日本は雨が降る割に気温が高め、30度前後まで上がり蒸し暑い体感となります。熱中症対策が必要です。北海道は雲が多めの空ですが、道北や道はだんだんと日差しが届きます。道南はにわか雨にお気をつけください。全国の天気をお伝えしました。